高先生、12月10日といえば何の日でしょうか。世界人権デーだね。第3回国連総会で世界人権宣言が採択された日だよ。そうじゃないでしょう。12月10日は音町うながボイスロイド2として発売される日です。購入すれば200種類の追加ボイスのようなものがついてくるみたいです。でもうちにはすでにトーク EX の方の音町うなちゃんがいるんだよね。ボイスロイド2の方が細かい設定ができますし、他のボイスロイドとまとめて管理ができますよ。うん、でもトーク EX で十分使えているからな。音町うなは11歳です。将来女学生になりますよ。よし、コウ君ボイスロイド2音町うなちゃんを買っちゃうぞ。説明しよう。好みましてコウは女学生が大好きなのである。ただし髪を染めた子や金髪や縦ロールは認めないのである。これは将来キリタンとウナちゃんが女学生ユリカップルになって僕が間に挟まることができそうだな。ウナ切りの間に挟まれる。まさに両手に放ってやつだね。コウ先生、ゆずるさん、なんでこんなことを。こいつは殺してもいい人類だから。コウ先生起きてください。コウ先生。ふふ、大丈夫さ。暗転中に買ったこのボイスロイド2音町ユナが僕の身を守ってくれたからね。すごい、ボイスロイド2音町ユナのおかげで一つの命が救われましたね。めっちゃ血出てますが。そんなことよりもキリタンに譲る。そんなことで流していいんですか。今日は鍋の予定なんだけど、よかったら二人も食べていく。いただきます。お鍋は大好物です。はっ、しまった、鍋敷きを用意するのを忘れてた。そんな時でも大丈夫、僕にはこのボイスロイド2音町ユナがあるからね。鍋敷きの代わりにもなってくれるんですね。ありがとうボイスロイド2音町ユナ。フォーエバーボイスロイド2音町ユナ。ボイスロイド2音町ユナは世界中に広まり愛された。貧困層では音町ユナを口に加えて上を忍び、富裕層では音町ユナをめんこにして遊んだ。暑い日は音町ユナで顔を仰ぎ、寒い日は地べたに座る時音町ユナを敷いた。世界中の政府は音町ユナを中心とした政治体制を取り、全ての宗教は音町ユナを崇めるようになった。こうしてボイスロイド2音町ユナは世界に満ちたのである。めでたしめでたし。